はい、どうも皆さんおはようございます。こそうチャンネルペカ太郎です。今日は淡路島で釣りをしようと、釣って魚を、食べようかなという形で動画を回している次第でございます。ただね、さすがにね、釣り歴3日間なので釣れなかったら最悪なので、今日はうちの隊員さんに協力してもらって、一緒に釣りを頑張っていきたいと思います。はい、それでは早速うちの隊員さんに今日は何を釣るのか、ちょっと聞いていきたいと思います。おはようございます。どうす、たーちゃんとしょうちゃんです。はい。もう淡路島だったら自給自足いけるわと言ってるんですけど。今日何釣るんですかね。アジがよく釣れるんで、アジをまず釣って、ちょっとまた移動しようかなと思ってるんですけど、釣れてくれたらの話で、そこは運に任せると。サビキなんでね、手軽にできるんで。わかりました。今日は何を釣るんですか。僕もアジを釣りたいなと思います。わかりました。とりあえず仕掛け作ってもらったんで、早速投げていきたいと思います。とりあえず釣れるまで最近入った翔ちゃんに、うちの会社入って2ヶ月みたいなんですけれども、ちょっとインタビューしていきたいと思います。どうですか当社は。見ていただいて一瞬なんか回ったような気がしたんだけど、昨日はイザナギの雑踏警備だんじり祭り行ったんですね。はい、どうでしたかね。死んだ。お祭り系は結構ね、人も多いし大変だったかなと。そのうち慣れると思うんで、警備しながらまあ祭りも楽しむ、まあ、うちの社長曰くね、警備員は花火は背中で感じるものという名言がありますので。頑張ってみてください。はい、はい、続いてうちの会社に来て半年ぐらい経つたーちゃんですね。どうですか、もうだいぶ慣れたんかなと思うんですけど。まだまだですけど、昨日は翔ちゃんと一緒に、イザナギの雑踏警備どうでした。だんじりなんで距離がやっぱりあるんで、川の道路をずっと歩いていくんで、それの外側をずっと。過酷でしたねそれ。僕は初めての経験がなかなかハードでした。まあじゃあとりあえず引き続き大物を頼みましょう。ああ来た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 、お、なになになに、あ、アジやった、アジ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 、おおすごい、え、どれ、アジです。ああ、逃げる逃げる、お、アジだ、本当だ、おお、これで青物を今度釣ると。そうですね、なるほど。これ数ないとダメなんで、はい、じゃあバンバン釣っていきましょう。でかいでかい、何それ、ちょっと待ってちょっと待って、俺の方これこれだけど、ちょっと待って、翔ちゃんの方やばい、やばいぞやばいぞ、え、翔ちゃんやばい、え、何釣ったん、え、ちょっと上持ってこれる、すさまじいでかさなんだけど、上がってこないですね。はい、お願いします。切れるかもしれんけど、しょうちゃん、網もうすくっちゃった方がいいよ。顔出てきた、顔出てきた、これに逃したらもう終わりよ。残念。ボラでしたね。今のはボラです。ボラですか今のは。ボラですね。針は切れてなかったですけど。はい。さすがにちょっと上げれないです。残念。サビキじゃちょっとでかすぎた。そうですね。アジの仕掛けなんで。60センチぐらいだってあったっすよね。わざわざ玉まで持ってきた。ああ残念。はい、今日はこちらで終了しようかなと思います。移動してきたんですけれども、ちょっと釣れないと。もう時間帯が時間帯なんでちょっと釣れないよと。っていう形なんで、さすがに夜まではね、引っ張るわけにいかないので、今日はここで終了しようかなと思います。風がすごい強くて、飛ばされちゃうと、という形なんで終了しようかなと思います。コスモセキュリティでは、働く隊員さん、まあ、一緒に働く隊員さんを募集しております。独身寮もあります。家族寮もあります。ぜひ、コスモセキュリティ検索してみてください。まあ、休みの日とかね、一緒に動画を撮りたいとか、遊びに行きたいという方も、コスモセキュリティに働いて、休みの日は僕と一緒に動画を撮りに行きましょう。そんなわけで今日は終了したいと思います。次回リベンジですね。大物を釣るまで頑張りたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。